行きました。まあ、いいっすね。いいっすね。なんか、最近気づいたんだけど、クレーンゲームは音楽やってる人っていうのは結構リズムテンポで、ゲームもあるよ。本当だ。本体。ゲーム本体とこれだよ。欲しいよこれ。ねえ、危ねえでも落ちてる。ゲーム行きましょう。どんぐらいパワーが、あれ、あ、やーべえ。これむずいぞ。やり方何も説明が書いてないんだけど。とりあえず始めたはいいけどさ、これかこれしかないのか。奥行き難しい。でもいい感じだけど。徐々にですね。ちょっと。もうちょい多分ギリギリで攻められる気がする。頑張ってみますか。頑張る必要があるんですか。ファミコンって持ってる？持ってない。持ってない。クレサが使えるんで。やばい、閉店の音楽でちょっと戦うのはきついな。奥行きバッチシ、ここはめちゃくちゃいいんじゃないですか。ああ、まあちょっと時間かかりそうだな。やばい、やばい、これはこの戦いきついぞ。46分、あ、46分、奥行き足りない。やばい。焦ってます。非常にやばいです。カセットぐらいは手に入れたいのに本体はダメか。この1回のね、動きが遅いのよ。よしよしよし、いいよ今の、めちゃくちゃいいよ。おお、まあまあ動く。頼む頼む、こいつだけはちょっと今日の大物だよ。どうだどうだどうだ、いいね。まあまあまあ、ご案内します。まあここまで起きてるよ。地道な戦いだよ。閉店させていただきます。頼むよ。当店はより準備を持ちまして閉店させていただきます。あと15分で閉店となります。わかりました。まだ大丈夫だ。お時間15分で仕留めるわ。右へどんどん出してきてもいいよね。気をつけてお帰りください。うんうん、まあまあまあ、また9時15分に終了させていただきますので、ご利用になったご利用をお願いいたします。それ以降のご利用は後日ご利用をお願いいたします。どう、本日もご利用いただきはいいよ、いいよ、いいよ。ただこれじゃ足りないな。またのご利用は、まあ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 、次いくら入れればいい。いくらだこれ。とりあえずお客様のまだのご来店を心よりお待ち申し上げております。まだかかるもんな、うん、どう考えても。誠にありがとうございました。頼むよ。奥行き、あ、ちょっと奥行きすぎた。もうここら辺まで来ると奥行きすぎた。まあ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 、重そうだからね。
ちに出てくれば、定期ゲーム難しいな。引っかかる。おおおお、いいよいいよいいよ、上手に来てます。これで取れたら1000円ちょっとです。あ、ちょ、嘘だろ。コントローラーが勝手に動きます。あ、でも押す。そういう技もいけます。でもうちょっと出さないときついね。今コントローラーの接触がね、どうしてもこれちょっとこの機械のあれがね、難しいところです。ちょっと奥行きが難しくなってきた。軽くだな。おお、いい設定してるよ。あと2回。あと2回。押したらいけそう。押したらいけそう。でもこれでもいいとこ行ってる。頼むよ。うわー、重い。押す？いや、もう一回ちょっと確認しようか。だからやばいって、やばいってこれ。おお、やった。最後はやった。やりました。イエーイ、ゲーム1100円でゲッツ。これはまあまあお得。ゲーム内蔵されてる。そうだ、ね、内蔵じゃなくてもいいのかな。入れればいけんのかな。あ、これもこのパターンだよ。お一人様10個まで売って、なんかさ、この中古ファミコンソフト名前が書いてあるのもあるっていうのがさ、なんかそれっぽいよね。昔あったもんね、中条とか書いてある。名前書くもんね、みんな書くよね。カリパクが普通だろ。じゃあちょっと頑張ります。これ接触が怖いっすよ。多分タグを通せってことでしょ。ちょっと行き過ぎたか。むずい、非常にむずい。おお、カーンとか言って。やべえ、ちょっと待ってくださいよ。もうちょい頑張りますよ。これ結構さ、今ファミコン高値になったりするのもあるからね。これでもちょっと優しいかも。割と今粘ったもんね。あっ、やべえ、これ入れ食い状態。入れ食いだね。10個までの意味がなんとなく分かってきたよ。どんなゲームがあるかだよ。そこの密集してるところ、一個だけさ、結束の色が違うのがあるんだよ。あれなんだろう、怪しいの。あ、いいね。やばくない？うまいよ。割とうまいよ。今んとこ全部来てるもんね。横移動は完璧。またやられた。やられたか。ああ、オッケー。危ねえ、今おしっぱにしちゃったの。オッケー、できたね。見事じゃね。いや、いや、さっきからさ、怖いんだよね。ガンガンガン。激しいね。激しい。これはおもろいな。さっきからもう100円玉がどんどん出てくる。でも今回の予算は1万円なんでね、全然使い切ってません。この奥行きは難しいぞ。横は完璧。お、行ったね。黒結束行ったよ。でももうこれ全部行きたくなっちゃうよ。いけるもん。いけるね。うん、やばいな、これセンス感じるな。
これノーミスでいったらかっこいいよね、うん、あ、ちょっと進んでる。あ、ここか、ここで来ちゃったか、くっそ惜しい。いずれにしても惜しかった。ここはスタート位置に近いからちょっと難しい。なんなら500円入れとけよって話じゃないこれここをちょっと諦めてここで行くわ。これは来たか。あ、いや、ここに来てちょっと動揺している。まずい、これはまずいぞ。まだ行く。最後はもうこれで行けるとこまで行く。100円でカミカのソース買えないからな。これ言ってんだよ。あ、結構難しいのね。よし、お菓子に切り替えよう。で、何個取れたかっていうと5個もゲットしてる。やばい、結構じゃない。獲得したこの子たちに開封していきたいと思います。やってあげてきます。お菓子ですかね。キーホルダーぐらいですか、うん、100円の中に入っていきます。何個か入ってる。はい、え、何これ。ユニフニットユニコーン。フニュットユニコーン。フニュットユニコーン。え？何ですか。やばいよ。小鳥の笛か。水笛。やべえ。水笛。お風呂でも遊べるよって書いてる。楽しそう。楽しそう。マジか。やばいことが分かってきたよ。あ、あと2個。なんかベタベタしてる。え、あ、これって逆か。え、どうやって遊ぶの。使い道のわからないこの。多分こうだな。あの、多分、あ、もう一個ある、うん、なんか飛ばすやつあったよね。多分でもここだと思います。多分隠すやつでね、ここをこうやってやると、ね、うん、ちょっとくっつかないですけど。え、とりあえずこの4点だね、うん、もうほんと子供向けのなんかおもちゃみたいな。はい、じゃあとりあえずこれ4点。これいらないよ。もう人によってはいるかもしれないよね。もう一個、まだあと2つあるの。この中になんか当たりが入ってるかもしれない、うん、あ、まだお菓子の方がいいかもね。あ、なんかでっかいのがいた。でっかいの最後にする。あ、なんかそれ、あ、なるのか。はい、なんか金魚のおもちゃ。あ、今回は3つしか入ってない。もう1個いく。あ、マスキングテープ。あ、まあ、ガオガオ恐竜フェンズのマスキングテープです。ガオガオ恐竜フレンズって何。あ、マスキングテープなんでね、まだ使い道がある。最後でっかいのこれだ。お、ゆるい。レトロかわいいギフトラッピングのミーカオル。めっちゃゆるい。かわいくないです。かわいい。ミーカオル。ミーカオル。そのハンカチがもうね、使えなくなると思うんで、うん、どうぞ。
るはないよね。誰かにとっては知ってる。やってんな。なんか豆柴みたいな。まあ、こっちに車の中に飾っといてほしい。ほら、コアラのマーチ。ようやくまともななんかキャラクターが出てきた。音が鳴りそうでならないのか。あの顔が潰れたままになってます。戻んなくなってます。空気入れてやんなきゃ戻んない。頭陥没しちゃってる。やばいです。陥没してしまいます。はい、最後これも、これお、これは使い道はクリップだね。ヘアクリップだって。誰が髪に留めるんでしょうかね。いいんじゃない。まあまあこれはまだね、キャラクター、これは当たり、当たりっていうかまあでも一番の当たりこれじゃない。まあ、はい、顔かわいいよ。目がね、いきますよ。期待しかないよね。いくよ。キッ、なんか汚ねえっすけど、いやでもキングコングっすよ。キングコング2だもんね。2、怒りのメガトンパンチ。やーべえ。怒りのメガトンパンチ。誰がこのねタイトルをつける。センスしかないんで。怒りのメガトンパンチを殺される可能性しかない。当たりだね。当たり、見たことないこれ。次、見てますこれ。キリュウの剣通、これ当たりだよ。ドラゴンの翼、なっちゃうんだって。必ずゲームのタイトルの後にこのサブタイトルに出る、必ず入ってくる。この時代ならでは。これも2だね。これはつくんでしょうかね。ほんとただのゴミみたいなもんだったりする可能性もあるよね。ファミコンのカセットってほんと何回もフーフーやったりね。なんかあの綿棒でほこり取ったりとかよくやったもんなんで、まあ、なんとなく当たりの予感するよね。まあ2ですね。2まで出てるからね。1で終わってないところ、期待しかないですね。あ、でも任天堂って書いてある。あ、これコナミって書いてある。あ、当たり、任天堂に外れなし。ポケモンの元祖みたいなもんですよ、これ。飛龍の剣ね。昔はさ、なんかカンフーゲームとかよくあったらね、面白かったみたいなやつね。コマンドが。さあ、次。もうここも、さらに期待高まってるんで、ね、ちょっとソフトでかいんだけど。お、このサイズですよ。このサイズある、これ、ここまである。じゃあいきます。あ、ファミスタ。ファミスタじゃん。ファミスタ、これ当たりですよ。ファミスタ90、もうボロボロだけどね。ほんとこれ使えんのってぐらい。まあ、コレクターにはたまんないよね。じゃあ、繰り返し。なんか、でも、まともな、あの、ね、名前のわかるゲームできましたね。もっと全然、わかんない。ね、ね、そんな気がしたよね。どれが黒のあれだかわかんないってなっちゃったけど。まあ、いきます。4個目。これもこっちのサイズかな。これ裏もタイトル書いてあるんだよね。おお。え、あ、ここがいいじゃん。あれ、これ当たりじゃない。これ割と有名な作品だよ。有名だね。グラディウス、これシューティングゲームだね。シューティングだね。これは、これこそまあ割と好きな人が多そうなイメージ。ファミスタとこれと、
やっぱキングコング怒りのメガトンパンチ。飛龍の剣も多分ね、名前覚えてる。うん、肝心な最後これですよ。もうね、中は絶対見えないようになってますから。いきますよ。色は、お、今までと違う。裏色はなんか見覚えない、こういうの。このパターンって。これの色分けって何なんだろうね。優しい系、キャラクター系、ペンギンなんとかとか、あ、アイスなんとかとか、あるね、なんかあるよね。ワギャンランドがあったらめちゃくちゃテンション上がってた。ワギャンランド面白かったんだ。わー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 とか言ってね。じゃあ行けよ。俺だ、少年よ、しじめキャラクターもんだよ。これ当たりじゃない、これやったことないかも。見てください、少年足でネパールの大冒険の巻。ネパールだ、ね、ネパールまで ね、少年足で日本人だよね。あれまだ少年だから、ね、どうやってネパールまでこう行ったか。まあね、ゴマちゃんも、ゴマちゃんも連れてった可能性高いよ、ね、これ名作だと思うよ。これめっちゃやりたいね。